工藤遥香のワンマンライブ、プラネットサマーが7月25日に、東京、ゼップ羽田、東京で開催された。本公演は、第1部が、折畑愛をゲストに迎えたトーク、第2部が、バンドセットでのライブという2部構成。この記事では、第2部の模様をレポートする。会場が暗転すると、ステージ後方に設置されたスクリーンに宇宙空間の映像が映し出され、バンドメンバーがヘビーなアンサンブルを奏で始める。そこへ宇宙人を思わせるシルバーのロングスカートを身にまとった工藤が愛機の PRS、ポール・リード・スミスを抱えて登場。メカニカルなギターリフが場内に響き渡り、疾走系のラウドナンバー、ロックスターでライブがスタートした。バックバンドはギタリスト2名が7弦ギター、ベーシストが5弦ベースを駆使する多弦仕様。その編成がもたらす重低音サウンドがフロアを支配する中で、工藤は透き通ったフェアリーボイスをうずもれさせることなくオーディエンスに届けていく。工藤は無感性を守りつつもヒートアップした客席に向かってみんなに会いたかったよと笑顔で挨拶し、世の中いろいろあるけど今日はこの夏の惑星でみんなと楽しい時間を過ごせたらと思います、何もかも忘れて楽しんでいきましょうと告げた。続くマジックラブ、マイストーリーマイライフ、あなたがいるからで彼女はギターを置いてハンドマイクで歌唱。舞台中央に設置されたお立ち台も活用しながら、手振りも加えたキュートなパフォーマンスで観客を魅了する。そして再び PRS を手にすると、緊迫感あふれるダンサブルなラウドナンバー、Keep the Faith、ライブでのみ披露されている未音源歌曲、Cry for the Moon、鉄板の人気ナンバー、Groovy Music Tape、My Voice をクールにプレイ。ライブの終盤に差し掛かったところでは、ソロアーティストとしての活動に対する考えも口にした工藤。ありがたいことに曲も増えて、こうしてライブもできるようになって、音楽をやっていて本当に良かった。みんなのおかげです。ありがとう。と集まったファンに感謝の言葉を述べると、会場は温かな拍手で覆い尽くされた。感動的なムードの中、スタンドマイクスタイルで披露されたバラード曲、君へのメガヘルツ、爽やかさを併せ持つラウド曲、それぞれのプラネット、今月リリースされたばかりのファーストシングル曲、アンダーザサンと、比較的ポップな色合いが強い楽曲を連発して、本編は終了した。アンコールでは、サプライズとして DJ 工藤遥香が登場。これは、シングル、アンダーザサンのカップリング曲、マイボイス、ナユタン声人リミックス、キープザフェイス、テディロイドリミックスを披露するための装置として、DJ をやるしかないとの判断で盛り込まれた演出とのこと。同曲のほか、ナユタン声人のオリジナル曲、エイリアンエイリアンなども含む、約10分間ほどの DJ ミックスがプレイされた。その後再び、バンドメンバーが、ステージに呼び込まれ、この日のラストナンバー、メモリーサドンリーをプレイ。工藤は左手にマイク、右手に GoPro という特殊なスタイルでこれを歌い、この曲のみ撮影を許可されたオーディエンスたちも、片手にペンライト、片手にスマートフォンを掲げる格好となり、ほぼ全員が両手をフル活用する光景が広がっていた。最後に、工藤はお立ち台からオフマイクでありがとうございましたの生声を会場中に轟かせ、満面に笑みをたたえて名残惜しそうにステージを後にした。また公演中、9月23日に東京ゼップダイバーシティ東京で開催されるワンマンライブマジカルロックシティの詳細も新たに発表された。工藤遥香プラネットサマー2021年7月25日、ゼップ羽田、東京セットリスト。01、ロックスター。02、サンダービーツ。03、アイアンサウンド。04、マジックラブ。05、マイストーリーマイライフ。06、あなたがいるから。
07 Keep the Faith 08 Cry for the Moon 09 Groovy Music Tape 10 My Voice 11君へのメガヘルツ12それぞれのプラネット13 Under the Sun アンコール14 Mixed by DJ クドハルKeep the Faith テディロイドリミックスから大好き with テディロイド大嫌いフィーチャリングちゃんみなからダイアンガーフィーチャリングコーエイリアンエイリアンパオパオチャンネルダンスロボットダンスマイボイスナユタン声人リミックス15メモリーサドンディ工藤遥香ワンマンライブ2021年9月23日木祝東京都ゼップダイバーシティ東京一部、クドアルーム、オープン13時15分、スタート14時。二部、マジカルロックシティ、オープン17時、スタート17時45分。